訃報です。およそ2週間前に体調不良で入院した江東区長の山崎孝明さんが今日午前、膀胱がんによる急性腎不全のため都内の病院で亡くなりました。79歳でした。胸を張ってね、皆さんに、頑張ってきましたよ、こういうことやってきましたよっていうことは言えるというふうに思ってます。4期にわたる自身の活動を今年2月こう振り返っていた江東区の山崎孝明区長。今日午前8時47分、膀胱がんによる急性腎不全のため都内の病院で亡くなりました。79歳でした。2007年、山崎区長は江東区長に初当選しました。夏東京中でこれね、五輪運動踊れば、みんなも思い出してね、ああもう一回オリンピック見たいな、やりたいねっていうことになるんじゃないかと。その後、山崎区長は東京オリンピックのさまざまな競技会場も作られた江東区で16年にわたって区長を務めました。また市場の豊洲への移転や有楽町線の延伸事業などをめぐっては、東京都にたびたび苦言を呈する場面も。東京都も江東区も同じ地方自治体であります。東京都の下請けじゃありませんのでね。江東区がを、騙し討ちにしちゃったわけだよね。さらに山崎区長は中央防波堤埋め立て地の帰属をめぐる大田区との長年にわたる争いに終止符を打ったほか、去年11月には夢の島スケートボードパークをオープンさせるなど、スポーツや子育ての支援にも取り組んできました。今日届いた訃報に小池知事は、都議会議員として4期16年、そして区長として同じく4期16年と長きにわたって都政に区政にご尽力されました。そして最後、特別区長会としていろいろ取りまとめ議論などをさせていただきました。心からご冥福をお祈りし、謹んで哀悼の意を表したいと思います。ありがとうございました。感謝申し上げます。葬儀・告別式の日時・場所は未定となっています。